真是大概一分钟。陕西美女士们，大家好，我是上上直播今天是星期五，所以是周五奥运比赛。今天的题目是这个，对我来说，这一瞬能永远继续下去就好了。是噜噜噜的时候，这种情况就是特别开心、特别爽，或者非常非常好的状态，是不是？好，那么我们看看大家的评论吧。第一个是微博名字，为什么我这么逗逼啊？听起来非常逗逼的名字啊！下这个微博，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？ Hey! 山下の独身。你逗逼死了，这放肆！好，下一个微博名字，大小言和连 T 是自偶标准さんだ。这个评论，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？ Hey! ATM からお金が出てくる瞬間。对的对的，那一刹那很爽，有了 bug 一直吐下去就 OK 了。速攻友達にこうスーツケース持ってきてって電話しますね。あ、カチャピジョン、好吧。好，那下一个是微博名字角野 MK さん。那这个评论，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？ Hey! 携帯電池残量 1% の時。あるよね。僕の携帯は 7% から減るのが異常に早い。而且真的是和某少年给我电话说，他说你想学英语吗？太烦了，天亮就没有了。我一辈子恨你呀。まあ永遠に続くならこの人が言うように 100% の方がいいよね。好，下一个是微博名字变态先生的梁颖さん。但这个评论，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？ Hey! 長い便秘が終わった瞬間。这个也很爽，不过你这样永远继续下去的话，你一辈子一直拉屎啊，能接受吗？好，下一个是微博名字 LC I could be the 麻雀さん。那这个评论，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？ Hey! バスや電車が激混みだけど、目の前がセクシー美女な時。的确是的，你是天才吗？その人の感じとかからこういい匂いしたも最高だよね。女性としても普段近づけないようなイケメンの胸元に潜り込めたらもう最高じゃないですか。いつでもどうぞ。下一个是微博名字社長在住女人さん。那这个评论，この瞬間が永遠に続けばいいのに、どんな時？女の子がストッキングを脱ぐあの一瞬。好，变态先生，是不是那边请走 ？OK， 那么我们看看日本网民的评论吧。Hey! 先生が病気のため自習。先生が永遠に寝込むことになるからかわいそうすぎます。Hey! 彼女が自分の膝の上で寝てしまった時。相手が女装だと気づくまでのあのときめき、気づいた後の衝撃の方が多いきそうですね。好，那最后跟我一起说是日本今天的日语，这个。仕事は永遠に見つからなさそうだ。仕事は永遠に見つからなさそうだ。仕事は永遠に見つからなさそうだ。现在在中国日本看起来找好的工作都很难，不过没有永远，不会我永远度过单身的时间，对不对？好，那今天就到这儿，请关注我的微博、微信还有这个频道，那明天见，拜拜。